大臣自らが行くことで改めて伝えたいこと、それから伺いたいことっていうような。はい、水俣病は環境省が生まれた原点です。ですので環境省の大臣としてこのことをいかに大切に思っているかということをお伝えしたいと思います。また7分3分で、伝えきれなかったことあると思いますので、今度はゆっくりお話をお伺いできればというふうに考えています。